京セラ原宿ビル長野岡屋工場、鹿児島国部工場、京セラ株式会社は、京都市伏見区に本社を置く、電子部品、ファインセラミック部品、半導体部品、情報機器、通信機器、太陽電池、セラミック、宝飾、医療用製品などを製造する、大手電子部品、電気機器メーカーである。ブランドステートメントは、ザニューバリューフロンティア。新たな価値を、 いつも最先端で想像し続けるという意味である。ブランドシンボルは京セラのイニシャルである K がセラミックスの C を包み込む衣装である。これは1982年に社名を変更した際から使用している。それ以前は京都の K をセラミックの C が囲む衣装であった。UFJ グループ緑会に加盟。日経平均株価及び トピックス100の構成銘柄の一つである。ファインセラミック部品、ビューカメラモジュール、セラミックヒーター、グロープラグ、車載、産業用液晶ディスプレイなどを手掛ける。セラミックパッケージ、有機多層パッケージ、有機化学材料などを手掛ける。電子部品、プリントヘッドや観光ドラムなどを手掛ける。携帯電話、スマートフォン、タブレット、IoT 機器などの開発製造販売。 情報通信サービスなどを手掛ける。プリンター、複合機の開発製造販売、ソリューションビジネスなどを子会社の京セラドキュメントソリューションズが手掛ける。ソーラーエネルギー事業、医療用製品、宝飾品、キッチングッズ、ホテル運営などを手掛ける。工学機器人間カメラ、デジタルカメラ2005年に、事業撤退音響機器パーソナルコンピュータ1983年より、 OEM 出荷。日本では NEC より PC-8201、PC-100 の商品名で販売された。1984年には、IBM 互換機を OEM 出荷し、キャノン、カシオ計算機、成功エプソンから販売された。1989年には、自社ブランドで 386W モデル A を発売したが振るわず、その後、 事業から撤退した。日本国内に以下の研究開発拠点を設置している。1998年、社会貢献活動の一環として、本社ビルに京セラニアラリー、京セラファインセラミック館、ショールームを開設した。現在は、スポット CM が中心であり、レギュラーでの提供番組が少なく、期間限定で提供する程度となっている。 肌の工場の経理責任者を務めていた51歳の男性社員が2012年9月から2017年6月に支払い根拠資料を偽造するなどの手口で契約1億2600万円を横領していた。2017年8月30日付でこの社員を懲戒解雇処分とした。2018年2月に神奈川県警察に業務上横領容疑で告訴した。 約6000万円は、返還済み。同年11月7日に、約3700万円差しの疑いで逮捕。同年11月28日に、約2900万円を騙し取ったとして、再逮捕。AB コーポレートガバナンス報告書、京セラ株式会社2021年1月7日、閲覧平成29年3月期決算単身、米国基準。 京セラ株式会社2017年5月1日。本間の英雄名企業社名とマークの秘密株式。会社学習研究所。2008年4月22日。ISBN 978から4から05から40万3709から0。DDI ポケット。カーライルと京セラが買収。k-tani.watch.impress.co.jp。 2020年4月25日閲覧。京セラ、デジカメ事業から撤退。dc.watch.impress.co.jp。2020年4月25日閲覧。京セラ、コンタックス事業を2005年中に終了。dc.watch.impress.co.jp。2020年4月25日閲覧。京セラ、欧州の超高工具企業を。 買収200億円。日本経済新聞電子版。2020年4月25日閲覧。京セラ、オプトレックス買収を発表買収額は約200億円。日本経済新聞電子版。2020年4月25日閲覧。京セラが突版 NEC 合弁プリント基板メーカーを買収。日本経済新聞電子版。 2020年4月25日閲覧。京セラ、日本インターを買収へ、総額106億円で TOB。日本経済新聞電子版。2020年4月25日閲覧。京セラ、料備の電動工具事業の承継と子会社化が完了。日本経済新聞電子版。2020年4月25日閲覧。ジョマサヒロ。 稲森和夫経営哲学に関する一考察、小経営学総、第66巻第1号、近畿大学省経営学会、2019年7月、129から142ページ、伊春045零から2825、年度1200億682万901、2020年7月22日、閲覧。京セラ創業者、稲森和夫物語。 2020年5月2日閲覧。工場移転。アメーバ経営の原点。京セラ稲森氏。日本経済新聞電子版。2020年5月2日閲覧。役員人事の件。2002年6月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年5月2日閲覧。京セラ社長交代。稲森氏は取締役退任。IT メディアニュース。 2020年5月2日閲覧。京セラ新社長に、久保専務が昇格。河村社長は会長に、ロイター。2009年2月17日。2020年5月2日閲覧。京セラ社長に、山口氏久保社長は会長に、日本経済新聞電子版。2020年5月2日閲覧。京セラ社長に、谷本市成長路線への転換目指す。 日本経済新聞電子版。2020年5月2日閲覧。京セラが欧州のスマートフォン市場に参入。トルクを投入。IT メディアモバイル。2020年4月25日。閲覧。株式会社インプレス。京セラのタフネススマホ携帯。累計出荷数が1000万台を突破。携帯ウォッチ。2020年4月25日閲覧。さよなら PHS。 往年の名機、K ポンを今使ってみた11万画素のカメラで映す、2018年の、東京からネトラボハットオープンイノベーションアリーナ、京セラ国内拠点、研究所、リュウリツコ森美穂が、京セラグループと所属契約。ゴルフ情報アルバ、ネット、2020年4月30日閲覧。リュウリツコプロと、森美穂プロを、サポートトピックス京セラ株式会社、インウェブ、 プロダクション、ケイクウェブ、2020年4月30日閲覧。当社元従業員に対する刑事告訴について、京セラニュースリリース2018年2月19日、元経理担当が1億円上着服京セラが、刑事告訴、日本経済新聞電子版、2020年4月26日閲覧。京セラ元社員約3700万円差しの、疑いで逮捕。 NHK ニュース。2018年11月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年4月26日閲覧。インク、産経デジタル、京セラ元社員2900万円詐欺容疑で再逮捕。産経ニュース。2020年4月26日閲覧。ありがとうございます。